はい、こんにちは。中学受験、さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は中学受験算数基礎講座。えー、いよいよ円錐の表面積ね、えー、基本的なことの最終です。ね円錐の表面積が出せるようになるとね、いろんな問題に手を広げることができます。今日は公式を使ってテキパキとね早く正確に解くというのをねやってみましょう。全部で4台です。 さあ、えー、これね、円錐の表面積。側面積と底面積を足せばいいんですけれども。ね。えー、まあこれね、前回から8と2。この母線と底面の半径を見て、8分の2、4分の1。4分の1ですから、4分の1にカットした扇形になる。ね、側面ね。これ、20と10だったら、20分の10。つまり2分の1。ね。側面は半円になるんだと。 1 5ンチの6ンチだったら15分の6、5分の2、つまり5分の2に切ったもの、144度の扇形になるんだというのをやってきましたけれども、ただ、側面積を出して表面積さえ出,す出せばいいのであれば、最終的にはね、一生懸命 8×8×3.14×360 分の90ってやろうが、なんだろうが、 最終的には母線かける底面の半径この側面積の表面側面積っていうのは母線かける底面の半径かけるになるんです結局ここ×ここ,こ,こ ×3.14 でいいんだということなんです。 さあ、その上で早く正確に出せるように今日はやってみましょう。いきますよ。側面はこれかけこれかけ3.14。8かけ2かけ3.14足すことの底面の半径。2かける2かける3.14。さあ、こう計算すると16かける3.14足す。4かける3.14。 さあ分配法則使ってまとめると十六たす四かける三点一四は二十かける三点一四ねで計算するとこれ六十二点八ね、えー、答えは六十二点八平方センチメートルになりますさあじゃあ次さあえこれね母線が二十センチ底面の半径が十センチです さあ、母線、これかけ、これかけ、3.14ね。これ、これ、3.14、ね。20かける、10かける、3.14足す。底面の半径10、10かける、10かける、3.14。イコール、200かける、3.14足す。100かける、3.14。 分配法則使って2 0 0 1 0 0る3 1 4とすると最終は300 3 0 0る3 1 4ねっ、えー、そうすると942ね、えー、答え942平方センチメートルになります。 さあじゃあ今度ここ母線15底面6センチの半径ねさあじゃあえ側面積からここかけここかけ3.1415かけ6かけ3.14足す6かけ6かけ3.1490かける3.14足す は分配法則でままとめます 90+36×3.14 は 126×3.14 ねさあでこれは計算すると395.64、ねえー、表面積は395.64平方センチメートル。 さあじゃあ最後、えー、母線が二十四、底面の半径八センチ、側面からこれかけこれかけ三点一四。母線の長さかける底面の半径かける三点一四です。二十四かける八かける三点一四足す底面の面、えー、えー、ええー、底面積。八かける八かける三点一四。 さあ、24×8 は 192×3.14 たす、葉っぱ 64×3.14 になって、分配法則でまとめて19、192たす 64×3.14 にして25、256×3.14 が最終です。ね、えー。まあこれね、ちょっと私はも計算しないんで、803.84。 803.84平方センチメートルになります、ね、ここまで早く正確にできるように繰り返し練習してみましょうねいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう